こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画では、ニューバランス初心者が選ぶべきスニーカーベスト5というテーマでお届けをしてみたいなと思っています。まあ、ここ数年ですね、スニーカー様々なバリエーションがある中で、最も勢いがあると言っていいのが、ニューバランスというですね、存在なのかなと思います。まあ、僕自身も好きで、この3年ぐらいですかね、結構いろんなものを買い揃えてきたんですね。ただ、やはりですね、ニューバランスというのは、 誰もが見てオシャレなスニーカーというわけではなくて割とデザイン的には癖のあるようなスニーカーだと思うんですね。例えば分かりやすいところで言うとスタンスミスだとか白レザースニーカーみたいなものって誰が見てもシャープでデザイン的にもベーシックなので一定の理解が得られやすいスニーカーだと思うんですね。だけどもニューバランスのスニーカーっていうのはいわゆるおじさんが履いてそうな昔ながらのランニングシューズなのでこれをかっこいいと思うにはですねある程度の経験 センチが必要なのかなと思うんですね。ですので最近ニューバランスがやたらと流行っていて、いろんな方が勧めているけども、まずはどれから買えばいいのかわからないという方非常に多いのかなと思います。ということで今回の動画では、まあ、これからニューバランスを買って履いてみたいという方、またはすでに持ってるんだけども次の一手としてどんなものを買えばいいのかこのあたりに迷っている方に向けてスタイリスト目線でこのあたりのニューバランスは非常に使いやすいですよ。いろんなコーディネートにもハマる かりやすいし着回しもしやすいですよというところで具体的に5つのモデルをご紹介したいなと思っていますのでぜひ最後までお楽しみいただければなと思っていますこちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの基本ですねなるべくわかりやすく解説をしてますのでよかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いしますそれでは早速いってみましょう はい、ということで、ここからはですね、具体的にニューバランスのおすすめのスニーカーをですね、皆さんにご紹介したいなと思ってるんですが、その前に今回のですね、先行基準についてざっくりとお伝えしたいなと思ってるんですね。まあ、ニューバランスって結構機能性ですとか、履き心地の良さ、このあたりがですね、魅力であって、中身の構造なんかも結構うんちくがあったりして、このあたりにも結構根強いファンがいたりするわけなんですが、まあそういった部分は今回ひとまず置いといて、デザイン的な魅力であったりですとか、 とか、あとはコーディネートする上での使い勝手の良さですとかさらにはトレンド性ですとかこの辺りを加味しながら今回は5点を選んでみましたぜひですね機能面ですねソールの作りだとかそういった部分に関しては、まあ、いろんなブログですとか他にも youtube の動画で解説しているところがたくさんありますのでまあ、そういったものをですね参考にしていただければなと思っていますということで早速1足目のニューバランスのスニーカーからお伝えしたいなと思ってるんですが こちらにあります CM996 というモデルですね。 これか、もう今回ご紹介する中で、結論を言ってしまえば、一番使い勝手が良くて、最初の一足としては、ふさわしいようなものなのかなというふうに思っています。ニューバランスのスニーカーって、正直、他人から見れば、どれもそんなにデザインが変わらないと思うんですよ。パッと見はそんなに違いがありません。その中でも、この CM996 というのは、シルエット的には、やや細身に仕上がってるんですね。ニューバランスらしいですね、ぽってり感があるんだけども、 やぼったく見えないようなすごく使いやすいデザインになってるので癖がないというところではすごく使い勝手がいいんじゃないのかなと思っています、まあ、この996というモデル自体はもともとですね1988年に登場したモデルなんですねまあ、M996 というモデルがあってそちらはアメリカ製のもので今回ご紹介したいものは CM996 というですねアジア圏で製造されたものなんですねまあ、どういったところに2つの違いがあるのかというと作りの成 交差だとか素材感というところにやはり差があるのですがまあ、ぶっちゃけて言うと値段が大きく違うわけですね M996 は27,500円ぐらいするので結構エントリーモデルとしては高いかなと思うんですね スニーカーに3万円前後はちょっときついなという方は、やはり CM996 が使い勝手がいいかなと思うんですね。価格がですね、1万5千円前後ということで、まあ、割とですね、様々なスニーカーブランドと比較をしても、エントリーにはふさわしいようなニューバランスのスニーカーになってるかなと思っています。まあ、横から見た感じも N ロゴの大きさ、まあ、結構ですね、しっかりめのサイズですね。この N のサイズって結構モデルによって全然違くて、もっとコンパクトなものも もあれば。 ドーンとでかいものもあったりするんですが割とオーソドックスな N の大きさになっていますねまあ、横から見た感じもゴテゴテしてるような感じはなくて割とベーシックな作りになっているので大人の男性が1足目に選ぶにふさわしいようなデザインになっているかなと思っています僕がよく動画の中でおすすめするようなブラック系のイージーパンツにも合いますし結構リジットのデニムとかにも合いますし様々なスタイルに合いやすいんですね意外とセットアップなんかにも合わせやすいというところがニューバランスの魅力でもあるんですが履き心地も よくくデザイン的に癖がなな意外とととといいいろんなとここで買いやすいというところそのあたりも含めて、まあ一足目としては間違いのない選択かなと思います。まあ、オーソドックスなのはこちらの画像にあるようなグレー系のものなんですが、僕が妻にですね、プレゼントしたものはですね、ちょっとこうブルーがかったメッシュ部分が特徴的で、N ロゴの一番外側もですね、ちょっとブルーっぽい色合いが使われていまして、まあ名作と呼ばれている 1300。そのカラーリングに近いような形で、僕はこの996はちょっと珍しいなと思って、かなりですね、一目惚れに近い感覚で購入したんですが、こういったカラーの選択肢もあります。まあ、オーソドックスなグレーに行くのか、こういったちょっとブルーが混ざったグレーにするのか、このあたりは個人のですね、しっくりくる方で選んでいただければなと思ってるんですが、まあ、本当に使いやすい一足なので、まず僕が今回の5足の中で、一番定番的なものを使いたいという方であれば、 こちらをお勧めしたいなと思います。ぜひ皆さんもチェックしていただければなと思っています。 はい、続いて2点目のですね、おすすめのニューバランスのスニーカーなんですが、今僕の手元にあるですね、2002R というモデルですね。これはここ数年ですね、様々なセレクトショップでも見かける機会が増えてきたようなスニーカーになっています。パッと見でもですね、ちょっと違いがわかるかなと思うんですね。まあちょっとーな方じゃないとわかりづらいかもしれないですが、996って割とこうスッキリとしたデザインが特徴的だったんですね。横から見 感じはこんな雰囲気になるんですが、一方で 2002R に関しては、 ごついですよね。まあ、単純にサイズが違うというところもあるんですが、特にソール周りですね、このソール後方の部分がかなりいかついです。ソールの厚みもありますし、僕としては身長が漏れるので、2002R がすごく個人的には好きなんですが、サイドから見た感じのですね、このアッパーもやはりちょっと複雑な作りになってまして、まあ、よく言えばですね、凝った作りになってますし、悪く言えばごちゃごちゃしたようなデザインになっているので、 嫌いいいがが分かかれるの 2002R なとううふうに思っています元々は2010年にですね、登場した人気のモデルなんですが、まあこれがですね、2020年に復刻版という形で再リリースされたわけなんですね。最近復刻されたこの 2002R に関しては、アジア生産なので、値段も抑えめなんですね。だいたい1万7千円前後で買うことができます。ちょっと僕が今持っているのは、特別なこう、ゴアテックスを使ったものなので、もうちょっと値段してしまうんです。 が、まあ、通常の 2002R に関してはだいたいですね1万円台で買えるのでそこまでですねいわゆるニューバランスのおしゃれが好きな方に愛されるスニーカーの中では買いやすい部類に入ってくるのかなというふうに思っています、まあ、シルエットもですね996に比べるとやや丸みがあるのわかりますかね、まあ、先端なんかが結構こちらの方が丸みがあって 良くも悪くもやぼったいという感じですね。僕は結構ニューバランスのスニーカーを見るときにやぼったいっていう言葉を使うんですが、それは悪い言葉ではなくて、割とそのやぼったさだとか、 赤抜けなさだとか、おじさんっぽさっていうのが、ニューバランスの一つの魅力ではあるかなと思うので、まあ、そういった意味ではですね、ちょっと通好みではあるんですが、2002R は個人的にはお勧めできるスニーカーかなと思います。まあ表面のアッパーなんですが、ヌバックとメッシュのですね、コンビになっていまして、この表面の質感もすごくですね、ちょっとぬめり感があって、なかなか良い表情をしてるんですね。そしてソールのイカッツタですね、このあたりは結構身長も漏れるので、個人的には気に入ってるんですが、 なかなか味わいがあっていいんじゃないのかなと思いますね。あとは N ロゴの大きさなんですが、996の方がデザインはシンプルなんですけど、少し標準的で大きめ。一方で 2002R に関しては、 かなりコンパクトめですね。このあたりのバランスもすごく個人的には好みですね。で、このモデルはですね、本当にいろんなカラーバリエーションがありまして、僕はですね、実はこの 2002R は2足目なんですね。1足目はこちらの画像にあるようなグレーなんだけども、ちょっとオリーブがかったような色合いで、まあ、僕の YouTube チャンネルでも過去に何度かご紹介しているので、そちらを参考にしていただきたいなと思うんですが、まさしくこちらに関してが、まあ、2002R のど真ん中のカラーで、 結構早い段階で売り切れてしまうような人気モデルになるんですね。まあその他にもセレクショップでは様々なカラーバリエーションいろいろとですね展開していてその時々で違ったものが手に入るのでまあぜひ気に入ったものをですねゲットしていただきたいなと思うんですが結構 N ハリウッドとコラボレーションをしたりだとか様々な別注バージョンなんかも出ているのでおしゃれが好きな方にとってはすごく親和性の高いスニーカーかなと思います。この2足を比べた時にもベーシック派そしてトレンド派というところで差が出るかなと思うので ま、ぜひこういった 2002R というところも少しクロート感があるスニーカーなんですが皆さんも覚えておいていただければなと思っています。 はい、続いて3点目のニューバランスのスニーカーなんですが、これまた昨年ぐらいからセレクトショップで見る機会が非常に多かったものなんですが、1906というモデルですね。はい、こちらになります。まあ、デザイン的には先ほどご紹介した 2002R と結構近しい部分があるのかなと思ってまして、一番最初にご紹介した996のような無駄のないシャープな雰囲気ではなくて、ゴテゴテ系のですね、ニューバランスになる かなと思いますソールもですねかなり厚みがありまして2002とですねほぼ同じような見た目になっていますね結構ですねインパクトのあるソール使いになってましてこのあたりは一つ特徴として挙げられるのかなと思いますそしてサイドから見た感じなんですが N ロゴは比較的コンパクトで小さめで N ロゴの周辺のデザインなんですが、ちょっとこの辺り、三角形になるような感じで、割とデザインが凝った雰囲気で作られてるんですね。結構最初に見た時には、かなりゴテッとしてて、うん、好きか嫌いかの絶妙なラインだなというところをですね、僕自身も感じたんですね。まあ、どこか2002と似てるところはあるんですが、それよりもさらにやぼったさを感じるというところで、僕は最初ちょっと苦手かなとは思ったんですが、不思議なことに見れば見るほど、 なんか惹かれるところがあるようなスニーカーで気づいたら僕買っていましたね。これは昨年末に購入したビューティアンドユースの別注版のですね、1906になってまして、カラーリングがですね、少しこうベージュなんですけども、明るいベージュ、結構ナチュラルカラーに近いような色味で品があって僕にとっては初めての色味なんですが、これは買ってめちゃくちゃ良かったなと思っています。まあ、価格は大体ですね、こちらも1万0千円前後ということで、アジア生産の ののででニューバランスの中では比較的買いいいやすすと思います、まあ、この後突入するですね、2万円超え、3万円超えというものに比べると、割とこう、入門編としては使い勝手もいいと思いますし、ファッションとの親和性が高いような一足になってるのかなと思っています。で、僕はこのスニーカーよーく見てて気づいたんですが、なかなか面白いのが、この N ロゴがあるじゃないですか。ここ、見えるかなこの N ロゴのですね、 縦のこのラインのところですね。ここに紐が通ってるんですよね。ここと。 ここです。そしてこの辺りに連携していくわけなんですが、この辺りの凝った作りなんかが結構見ていて面白いなと思ったんですね。なんかレトロなデザインなんですが、少しこう近未来的なハイテク感もあるというところの不思議な一足に仕上がってまして、僕はこのシューズはですね、じわりじわりと気になる一足になってるかなと思っています。まあこれもまたですね、2002R と同じように様々なカラーバリエーションがありまして、今回はベージュをですね、僕が選んだわけなんですが、 グレー系もありますし、ネイビー系もあったと思います。まあ、その時々でリリースされている色は変わったりするんですが、まあ、本当に気に入った色合いがあったら、ぜひゲットしていただきたいなと思うんですね。ただまあ、ニューバランスの基本カラーとしては、やはりグレーですね。このあたりは欠かせないところかなと思うので、まず一足目買うんだったらグレー系がおすすめで、もしくはネイビー系ですね。そのあたりもいいかなと思うので、ぜひ皆さん、最近よくセレクトショップで見かけるようになった1906もですね、覚えておいていただければなと思っています。 はい、続いて4点目のニューバンソス,スニーカーなんですが、こちらですね。 1500PGL というモデルで価格がだいたい28,600円前後ということで結構ですね、買いやすいところをですね、突破しましてなかなかハードルが高くなったかなと思います。ただ僕はこのスニーカーはすごくおすすめですね。僕が持っているニューバランスススニーカーの中では比較的デザイン的には地味だと思います。ソールもそんなにですね、持ってあるような形ではないし、ゴテゴテしてませんよね。 デザイン的にも割とですね、996と比べてもそんなに大差ないようなシンプルなデザインになっています。はい。この2つを比べてみても、まあ、 系統としてはそんなに大きくは変わらないからと。一方で 2002R とかと比べると、ゴテッとしたですね、ダサかっこいい感がより強いのと、ベーシックで使いやすいデザインというところで大きな違いがあるのが分かっていただけるかなと思います。本当にシンプルなニューバランスのスニーカーであっても、結構よく比べると違いってあるんですよね。で、この N ロゴがですね、割と小さいんですよ。救急力はデザインはシンプルなんですが、N ロゴはちょっと大きめです。 結構比べると全然大きさ違いますよね。まあ、このあたりに差があるのと、あとはですね、こちらは、まあ、なぜ値段が上がってくるのかというと、このスニーカーの端の部分を見ていただきたいんですが、見えるかなここに、メイドインイングランドという形で書いてありますね。アジア生産ではなくて、イングランド生産ということで、まあ、ちょっと作りも成功ですし、その分値段が上がってくるんですが、 だからこそのこの上品さだとか作りの良さを実感できるのがこの1500の魅力なのかなと思います。まあいろんなカラーがあるんですが個人的にはこのグレーがすごく好きなんですね。まあニューバランスというとグレーの印象が僕の中では圧倒的に強いんですがその中でもなんか一般的なニューバランスのカラーというとこういったですねミディアムグレーぐらいの色味ですかね。こういったところがど真ん中かなという感じはするんですね。一方で フ0 0のグレーというのはちょっとライトグレーで見方によってはベージュが混ざっているようなグレージュっぽい感じがあるんですね。で、部分的にここはちょっと深めのグレーですね。ミディアムからチャコールに近いぐらいの中間的なグレー。アッパーだとかこの履き口の部分ですね。ここら辺はグレーを使われていてメリハリが効いているというところ。このカラーリングとかが絶妙で品があるんですよ。 ここが僕が好きな点で、割と履く出番が多いのが1500かなと思うんですね。これ、地味だけどめちゃくちゃ気に入っています。で、このモデルも結構人気で、時々再販されるんですね。去年も年末にちょこちょこと再販されていまして、まあ、入手が困難ではあるんですが、比較的ですね、タイミングが良ければ買えるようなモデルになっているので、ぜひ皆さんもですね、頭の片隅に置いていただきたいんですね。まあ、これからラストでご紹介するスニーカー なってくるとより値段も上がってきてさらに入手が困難になってくるんですが比較的頑張れば買えなくない価格帯でなおかつデザイン的には使いやすいというところ一足あれば癖がないので 2002R とか1906よりはいろんなスタイリングに合わせやすいと思います例えばこの靴に対してセットアップだったらやや靴が浮くかなと思うんですが一方でこのあたりの1500だったら結構セットアップだとかビジネス でも履く方も方いいるぐらいな,デザインなので、一足ニューバランスを持つのであれば、これぐらいを持っておいてしばらく使うっていうのも僕はありなんじゃないのかなと思うので、今回ラインナップさせていただきました。癖の強さで言ったら断然こっちなんですが、ベーシックで大人見えするというところでは非常にいい選択肢かなと思うので、1500もぜひ皆さん検討していただければなと思っています。 はい、続いてラスト5点目は、990V5 というモデルですね。まあ価格で言うと、ここは大台をまた一つ超えてしまいまして、3800円前後で売られていることが多いモデルです。まあこちらの画像を見ていただきたいなと思うんですが、僕はちょっとこちらのモデル持ってないので、同じく990番台のこちら、 992というモデルを持ってきてきみました、まあ、この990とか991、992、あとは993っていうのもあるんですけども、このあたりが一番ですね、レアなスニーカーで、なかなか店頭で見かけることも少ないようなモデルなんですね。まあ、その中で今回あげる 990V5 に関しては、比較的ですね、再販されていて、買える可能性が高いんですね。まあ、年末にも何度か見かける機会があり ありましたのでこの,のでこ990かいとあて 990v5 な思っています、まあ、に関しては、1982年に登場しまして、当時のキャッチコピーが、まあ、1000点中990点というですね、まあ、キャッチーな言葉がありまして、それぐらいの完成度の高いスニーカーとして登場したのが990というモデルだったんですね。まあ、その990もですね、アップデートを繰り返してきていて、まあ 最新のものが、 990V6 というモデルで、これもまためちゃくちゃ人気が高くて、もう本当にすぐに完売してしまったモデルなんですが、その1個前ですね、990V5 というものは、割かし手に入れやすいのかなと思っています。まあデザイン的に言うと、2002だとか、1906のような、ゴテゴテ系というよりは、割と上品な、ベーシックなところを抑えながらも、シンプルになりすぎないようなところですね。まあこの992もそうなんですが、その絶妙なバランスという と,いうところがすごく使い勝手が良くて人気のポイントなのかもしれませんまあ、モデルによって生産国は違うんですが992に関してはこちらはですねメイドイン USA ですねアメリカ製になっていますで 990V5 も同じく USA ですねまあ、いずれにしろ作りは非常に成功で熟練した職人さんが丁寧に作っているというところでは共通しているポイントなのかなと思っています 990V5 に関しては結構ですねデザイン的には アーバンな感じですよね。ボテッとしたニューバランスらしいや暮ったさというよりは、少しシャープさを感じるような、都会的な雰囲気に仕上がっているので、まさに大人の男性が履くにはふさわしいようなモデルなのかなと思っています。まあ、色合いもですね、オーソドックスなニューバランスっぽいライトグレーが使われていて、このど真ん中の雰囲気も個人的にはなかなかいいんじゃないのかなと思います。まあ、N のロゴはですね、99には割とコンパクトめなんですが、 990V5 に関しては、やや大きめですね。996ほどは大きくないんですが、992だとか、1500よりは少し大きめというところで、まあ、このあたりもですね、ちょうど使いやすいバランスというところでは、まあ、おすすめしやすいポイントかなというふうに思っています。まあ、値段がどうしても安くはないので、気軽ではないんですが、いわゆるですね、ファッション性があって、話題性もあって、履いてると、 と思われるですね可能性も上がるというところでは非常にですね満足度の高いスニーカーかなと思いますまあ、最初の1足にふさわしいかどうかはちょっと絶妙なところではあると思うんですがいわゆる990番台の前半ですねその中では比較的買いやすいですしデザイン的にもベーシックで使いやすいのでまあ、この1足も狙いの一つとしては検討してみる価値があるのかなと思っていますまあ、ぜひこのあたりは、まあ、すでにニューバランスのスニーカーですね996 僕は持ってるんだけどもそのさらに上ですねちょっとこう3万円前後の価格帯で何か一足欲しいなという時にはこの990の V5 というのはすごくちょうどいい位置にあるのかなと思うのでまあ、そういった視点でもですね検討していただければなと思っていますはいということでいかがでしたでしょうか今回の動画では ニューバランス初心者の方にお勧めしたいスニーカー5000というテーマでお届けをしました。まあですね、本当にニューバランスといっても様々なモデルがあって、まあ復刻をされたりだとか再リリースされたりだとか、本当にですね、1年間通していろんなモデルが出てくるんですね。なので結構目移りをする方も多いと思いますし、どれを選べばいいのかわからない方も多いんじゃないのかなと思います。まあその中でやっぱりベーシックに使いやすいのは996。これは間違いないなと思います。 価格的にもエントリーモデルとしては使い勝手がいいかなと思いますし、デザインも癖がなくて良いかなと思います。一方でトレンド性だとか、今っぽさというところをですね、うまくミックスさせたいのであれば、このあたりの2002だとか1906ですね、ここら辺がすごくですね、値段もそこまで高くなくて、デザインもちょっとぽっていとしているところで、まあ一つですね、トレンド感が表現しやすいのかなと思っています。で、せっかくニューバランスのスニーカー一足目を買うのであれば、 大人っぽく見えて、様々なシーンで使いやすいような、デザイン的にはベーシックなんだけども、質の高い作りのものを持ちたいというのであれば、1500だとか、あとは 990V5 だとか、このあたりのモデルですね。ちょっと3万円前後してしまうんですが、このあたりの満足感っていうのは非常に高いかなと思うので、一つ検討材料にしてもらうといいのかなと思います。ま、ぜひ皆さんもですね、どんなニューバランスを愛用してるのか、そのあたりもですね、コメント欄で教えていただければなと思ってますし、 まこれ以外にも名作と呼ばれるものたくさんあると思うので、皆さんの推しのニューバランスをスニーカーがあれば、どしどしお伝えいただければなと思っています。こちらのチャンネルではこのような形で、メンズファッションの基本ですね、なるべくわかりやすく解説をしてるんですが、もう少し中級者向けのアイテムですとか、コーディネートの解説に関しては、僕はもう一つ運営してます、YouTube のメンバーシップチャンネルの方で、しっかりめに解説をしています。週に3から4本ぐらいのオリジナルの動画をアップしてるのと、あとはですね、これまた週1ぐらいのペ でメンバーシップ限定のライブ配信もやっていますそちらでは皆さんからのご質問に直接お答えするような形でリアルタイムで行っていますので気になる方は概要欄からチェックをしていただきたいなと思っていますまた普段なかなかゆっくりと動画を見る時間がない方のためにオンラインサロンも運営をしています そちらの方では主に文章と写真ベースでおすすめのアイテムですね。リアルタイムでどんどんですね、おすすめをしています。だいたい僕の方でも1日2本ぐらいの記事をアップしていますし、僕以外のスタイリストの方も入ってくれていまして、いろんな記事を書いてくれています。また参加者の皆さんも記事を書くことができるので、本当にですね、おしゃれが好きな男性が集まって、ワイワイと楽しむようなコミュニティになっていますので、こちらも気になる方はですね、今初月0円のキャンペーンやってますので、概要欄からチェックをして いただきたいなと思っています以上スタイリストの大山俊でしたまた次回の動画もお楽しみに